エルさん、こんばんはんみ。35歳男性。今年5月に住宅型有料老人ホームデイサービス演設を開業します。来週より数十人を目指す予定です。目指する側で気をつけることをご教授いただきたいです。前回ご教授いただいたスポーツ歴の問い以外でお願いします。僕、週末何してるかっていうのは、大体面接で聞くようにしてますね。仕事に対するモチベーションとか、やりたいこととか、聞いても大体嘘なんですよ。 あの、金もらいたくて働くだけなんだから、本当にその仕事したいとかないんですよ。で、あの、じゃあ、他の似たような会社もいろいろ受けてて、まあ、受かった中で一番条件いいとこ行こうなぐらいしか普通考えてないんですよ。 なので、その、週末何しますかっていうのって、趣味としてどんなことしてるかとかって、結局その自分の人生に何の時間を使いたいかっていう話になるんですよね。なので、その、週末料理してますとかって言うだと、あ、この人は暇な時に料理をするって料理が好きな人なんだっていう事実は変わらないじゃないですか。映画を見ますとか、本読みますとか、アニメを見ますとか、野球やりますとかいいんですけど、っていうなんかその週末にやることの方が、その人の、あの、本質に近いんじゃないかなと思ってますけども。